今回はデスクワークで疲れてしまった下半身を緩めていくストレッチをやっていきたいと思います特にお尻の筋肉を緩めていきたいと思いますこのお尻の筋肉なんですがデスクワークをしている間常に椅子に触れている状態ですそして全く動かなくなってしまうので えー、血行も悪くなってしまって、えー、疲れてしまいます。そこをゆっくりとほぐしていきましょう。まずは、デスクの前にある椅子に浅く座っていきます。足の幅は大体腰幅ぐらいにしましょう。そのまま、右足の、右足を持ち上げて、外くるぶし、外くるぶしを、 左足の膝のやや外側に置くようにしていきます。このふくらはぎの筋肉、そこの部分を大体いい床と同じぐらいの高さにしていきましょう。少し股関節が硬い人は、膝がやや浮いているような状態になっているかもしれません。はい、えー、そこからですね、右手で 右の膝をぐーっと床の方に押していきます。その時に息を吐いていきましょう。はい、一度緩めていきます。はい、息を吐きながら、右の膝を床の方にぐーっと近づけていきます。はい、少しお尻が伸びてるのを感じますでしょうかはい、今度は、お尻が伸びてる状態。 そのままキープしたままあなたの胸を今左の膝に引っ掛けている右足のふくらはぎにぐーっと近づけていきます呼吸を吐きながらふーっと近づけていきましょうはい一度吸いながら緩めてもう一度息を吐きながらふーっと 胸をふくらはぎの方に近づけていきます。オッケーです。今度は反対も行っていきましょう。右足を置いたら、左足を持ち上げて、左足の外くるぶしを右の膝の外側に引っ掛けます。やや浮いている左の膝を床の方に近づけるように、 左手でぐーっと体重をかけていきます軽くで結構ですはい緩めていきましょう呼吸に合わせて息を吐きながら左の膝を床の方に近づけていくようなイメージです押していくとこのふくらはぎの部分すねの部分ですねすねの部分が床と平行になるようなイメージです はい、今度はそれを保った状態で胸をふくらはぎの方に近づけていきましょう背中があまり極端に丸まっていかないように意識をしていきます戻します、はい、今度は呼吸に合わせながら息を吐いてふーっと吐きながらあなたの胸をふくらはぎの方に近づけていきます 左側のお尻の筋肉です。ゆっくりと伸ばしていきましょう。戻します。ラスト一回いきます。息を吐きながら、胸をふくらはぎの方に近づけていきます。はい、ゆっくり戻していきましょう。今回は以上です。